皆さん、人って人によって気をつけられるけど、逆に人によって癒されるってこともあるんですよね。カウンセリングもそうなんですね。やっぱり孤独な時って、その孤独感がより自分に押し寄せてくるってことがありますよね。例えば夜中一人起きちゃったとか、みんなが仕事行ってるのに自分だけリストラされて仕事に行けない、俺何してんだろうとか、みんな学校に行ってるのに自分だけ学校に行けない、みんなが朝起きて楽しくやってるのに朝が苦しいっていう時ありますよね。そういう時にやっぱり人間って孤独がより、こう押し寄せてくるっていう気持ち、すごくよくわかるんですよね。だから人といた方がいいよって思うんだけど、その人が怖いっていうのもあるよね。なぜならばこうしたらああしたらって結構やかましい人たち多いから。でもね、カウンセリングってどちらかっていうと、一生懸命その人の側に立とうと思って聞く、そういう技法なんですね。僕はカウンセリングの技法を一番心からこれ大事だなと思ったのが、インディアン、ネイティブアメリカンの人たちと生活した時にね、日本から若者が来てインディアンの知恵を知りたいって言うからって言って、いろんな村からたくさんの人が集まってくれて、でパイプセレモニーっていうのはパイプが回ってきたら儀式なんですけどね、そのパイプを持った人が悩みを言っていいよって、で周りがみんな黙ってほうほうって聞いてくれるんですね。僕は、英語で一生懸命伝えようとしてたんですけど、ノブ日本語でいいよって言われたんです。どうしても日本語を英語にトランスレートしようとすると、知ってる単語で強引に自分の悩みを入れ込もうとすると思いが伝わらないし、でも皆さんは日本語わかんないですよねって言ったら、グレートスピリッツはちゃんとわかるから大丈夫だ、安心しろ、俺たちもそれを教えてくれるから。でね、面白かったのは、みんな黙って、こうしなさい、ああしなさいって、どちらかというと騒がしくなく、みんながほうほうって、地下室の牙っていうね、真っ暗な中で自分の声だけが、そして煙が食い揺らされながらね、こうその天に、グレートスピリットに上がっていって、自分の悩みとかみんなとの一体感を感じさせてくれるってワークなんですけど、インディアのネイティブアメリカンの人たちがほうほうって聞いてくれるんですね。こうやって日本から来たけど、本当に僕はインディアの知恵なんて身につくのかなって思うんですよね。無駄だったんじゃないかなって。ちょっと後ろ向きな話するとほうってなるし、前向きな話になると、でもせっかく来た以上は何か、得るものはあると思うし、完璧を求めたら人間ってダメになりますもんねって、前向きな話したらほっほっほっってなるんですね。バージョン4なんですけど、4の中にあれだけのバリエーションがあるっていうのは本当に知りました。ただ一つ言えることは、みんな騒がしくなくて僕の話に耳を傾けてくれてる、自分は一人じゃないんだと思うと、その後のそのインディアンのネイティブアメリカンの堀内での生活は本当に楽しかったですね。これっていろんなところであるんですね。例えばアフリカで、ね、シャーマニズムっていうのがあって、ね、アフリカなんかみたいな何もないところで、ジャングルみたいなところで、ね、熱出すと、ね、こうシャーマンの人たちが来て踊ってくれるんですね。でもう正直言うと熱出してるから、もう踊らなくていいよと、薬くださいって感じなんですけど、一生懸命って踊ってる人の方が汗すごいかいてるんですね。もちろんいや、ね、調子悪いんです、こっちも汗かいてるんだけど、周りの人の方がいっぱい汗かいて、そして、ね、何時間寝てもパッと目が覚めると、一生懸命その、ね、ダンサーが踊ってるんですよね。そう、自分と一緒に戦ってくれる。そしたら本当に熱が下がったんです、ね、どうして熱が下がったんですかっていうと、こういうんですね。意外って、まあ、オサっていう人がね、病魔は孤独に侵入するんだ、だから一緒にみんなで戦ってたんだよって。それは僕はよく分かんないですけど、でも確かに自分一人で、ね、苦しんでるよりも、誰かが一緒にその苦しみを理解したり分かろうとする人たちと一緒にいるだけで、人って癒されるんだなって。カウンセリングもそこでね、何かいいことを言おうとか、何かこの人をこっちに導こうじゃなくて、その生きてる辛さ、そして大変さを一緒にそばで聞いてるよ、大丈夫だよ、君一人じゃないよっていうことが、少なくとも生きる、自分孤独、またこの世界って未来分かんないじゃないですか。でもその時に誰かが自分の話を黙って聞こうとしてくれる、そういうものが、そうだ、カウンセリングの原点だったなと思って、
そこから聞くっていう技術、テクニックではなくて、本当にその人と一緒にいるっていうことを身についた経験があるんですね。だからもしも皆さんが今悩んでるんだったら、そうやって黙って聞いてくれる人たちがそばにいてくれたらいいなって思います。もし皆さんの周りにそういう人がいないなら、また遊びに来てください。僕喫茶心っていうのをね、オンラインサロンでやってるんですけど、そこは夜中しか空いてなくて、そしていらっしゃいじゃなくて、お帰りっていう場所で、そしてね、また来てねじゃなくて、おやすみっていうね、挨拶で終わる喫茶なんですが、喫茶心っていうんですね。そうやって眠れない時には、誰かが一人自分のことを、あの人だけ分かってくれるっていう人が皆さんにもいたらいいなって心から願います。もし皆さんがいないんだったら、また遊びに来てください。そしてもし皆さんの周りにそうやって落ち込んでる人がいたら、何かいいこと言ってやろうではなくて、一緒によ、大丈夫だよっていう言葉が一番、一緒にいるからさ、一緒に苦しもう、黙って聞いてるよ、これがカウンセリングの原点なんだなと思った、経験をちょっと今日は話してみました。もし皆さんの周りで寂しい人がいたら、一緒によって黙って優しく背中でもさせてあげた方が救われるのかもしれません。騒がしいよりもそっちの方が大事かな。何か今日得ることがあったら、また、大きい、いいねマーク、また登録していただくと、何か、皆さんにお役立つ情報がまた渡せるかなと思ってます。それでは今日はこの辺で、さよなら。というよりもおやすみ。